よし。凝ってますね。こことかこことか、いいんじゃないでしょうか。お、またね。どうするのだ。行きますよ、囚人。見直してやるぞ、囚人。どことなく成し遂げた男の顔をしていますね、あなた。はめようとした手合いの策を逆手に取り、はめてみせるとは、これほどまでの逆転劇を私はかつて見たことがない。素晴らしい。それ以外に言葉が見つからない。なら次の機会があればその時にでも。不思議な因果をもう乗り越えてみせた。お前の攻勢を阻む者はもういないはず。間もなくお前の攻勢は果たされるだろう。
このまま何事もなくことが進めばね。何度目だこの夢。まさか単なる夢じゃないのか。思い出しかけてるわけじゃなくて、思い出さなきゃいけないことがあるってのか。もし我が輩が本当は人間じゃないなら、メメントスの奥へ行って全てが分かっちまった時、我が輩はもしかして。よし。
帰ったか。よし。
ふむふむ。実は。あのね、でも よし。その
帰ったか。今暇か。次は頼むぜ。だが、いや、違うって。よし。
なあ。トレーニングで使い切った分補給しねえとな。陸上部だけど復活早々山内のやつ降ろされたって。武石の親が PTA 会長だって知ってるっけ。あいつが親にいろいろ吹き込んでな、スカート選手なんて許しませんと他の親御さんと直談判したそうだ。山内どんな顔してたんだろう。学校側も PTA 会長は無視できないってわけ。結果陸上部は復活、顧問は臨時で前の監督になったって話。いい君だ、スカッとしたぜ。あいつらなら陸上でいいとこまで行けるかもしれねえ。おう、おう、ラーメン伸びちまうな、食おうぜ。うー、食った食った。本当はさ、ずっと怖かったんだ、あいつらと向き合うの。てめえのバカさ加減思い出すし、あいつらの軽蔑の眼差しとか、何より居場所をなくしたこと、ずっと忘れらんなかったからさ。こういうの柄じゃねえし、なんて言っていいかよくわかんねえけど、お前がいてくれたから俺は変われた。ゴタゴタに巻き込んじまったけど、お前最後まで付き合ってくれたよな。俺を見捨てなかったよな。ありがとな。不思議だよな、怪盗団のために体鍛えるっつう話だったのに、なんでこうなっちまったんだか。けど次は俺の番だ。これから先なんかあったら言えよ。今度は俺がお前を何があっても助けてやる。我は汝、汝は我、何時ここにちぎりを決明の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂のくびきを打ち破らん。今こそ何時戦車の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を何時に与え。よし、知るぜ、俺の新しい力。よし、さてと、吹っ切れたからにはバリバリやるぜ。まずは怪盗団からだ。頼りにしてるぜリーダー。だから俺のことも頼れよ。さて、充電も完了したことだし、駅まで走るか。おう、帰ったか。
今暇か。次は頼むぜ。かしら。なあ